皆さんこんにちは。大相撲の幕内王鵬。そんな王鵬は先日の稽古途中に右眉の上部から流血し話題となっています。大相撲の幕内王鵬が9日名古屋市西区の佐渡ヶ嶽部屋へ出稽古し、大関琴櫻らと計10番取りました。まずは幕内力士の申し合いに参加し、琴勝峰や出稽古組の大栄翔、豪ノ山、錦木の4人を相手に8番、その後琴櫻に指名されて2番を取りました。そんな王鵬は稽古途中に右眉の上部から出血、本場所の取り組みでも目元付近から出血することがあり、自分がずれてしまっただけです、僕の悪い癖なので、血が出ていない時の方が調子いいと思っていて、まっすぐ当たれているということなので疲れてくると横を向いてしまいますと説明していました。そんなハイレベルの稽古を繰り広げた幕内上位陣の中で、特に大栄翔と豪ノ山は王鵬と同じく突き押し相撲を得意としており、相撲を取っていてももちろんだけど、見ていてもすごく勉強になる。汗かいて滑る中でなんであんなに当てられるんだろうと、肘の向きとか手の角度とか下半身の使い方とか全然違うなと埼玉栄校の先輩から多くの学びを得たと話しました。そして名古屋場所に向けては汗で滑りますし、誘われたら刺してしまうこともあります。自分の思った形で押す、相手にしっかり圧力を伝えて相撲を取っていかないといけないと課題を挙げ、得意の突き押しにさらに磨きをかけ飛躍を見据えていました。そんな王鵬は父である大相撲の元関脇高藤力の鎌狩忠重氏から公開説教を受けたことでも話題となりました。それは鎌狩忠重氏の自身の YouTube チャンネル高藤力部屋に投稿した動画での出来事でした。王鵬は当時の5月の夏場所で6勝9敗、新入幕だった1月の初場所でも7勝8敗と負け越しが続いていました。それに対して鎌狩氏は、子供らとは連絡を取っていないと前置きした上で、今のままだったら強くなれない、一生懸命やっているんだろうけど志が低い、お前は大砲の孫、その中で皆が応援しているわけだから、俺を目指すんじゃなくて大砲を目指すならもっとレベルの高いところでものを考えないといけないと苦言を呈しました。ただ鎌狩氏は王鵬の素質については高く評価しており、稽古をちょっとやればすぐ大関には絶対なると断言、素質は俺の10倍ぐらいある、もったいないし腹立つし毎日テレビで見てたらイライラする、幕内でいいんだったら別に何も言わないけど、大砲後期を目指しているならそれをちゃんとやらないと一歩でも近づけない、今の現状なら俺にも近づいていないと歯がゆさを口にしていました。その上で鎌狩氏は息子が強くなるための課題を指摘、まず腹筋と背筋のバランスが悪い、立ち合いで相手と当たるとすぐ体が伸び上がる、腹筋と背筋のトレーニングをしっかりやって強くなったら自然と腰が降りてくる、下から当たれるようになったら大きい人に対してぶつかり稽古で回されてもついていく、これは一番苦しいからこの練習を常に人の倍はやること、そうすると当たってはたかれても落ちないしついていけるなどとアドバイスを送り、厳しい言葉も息子への愛情の裏返しで、最後に鎌狩氏は、親がこう思う気持ちはみんな一緒、できれば強くなっていい思いもしてもらいたいと親心も覗かせていました。そんな鎌狩氏は現在何をしているのでしょうか。王鵬の父親は元関脇の高藤力は、本名は鎌狩忠重と言い、1993年に横綱大鵬さんの三女と結婚した時に妻の姓を選択して名谷忠重になっていました。ただ2010年に離婚した時に戻しています。ちなみに鎌狩は全国で約800人、名谷は全国で約3500人しかいない激レア名字です。現役時代は元横綱の曙と相性が良く、曙キラーと呼ばれていました。また2000年3月場所に史上初の幕尻による幕内最高優勝を達成した大相撲力士としても知られています。引退後は大鵬部屋、現在の大竹部屋を継承して師匠になりましたが、2010年に野球賭博の関与が発覚して大相撲協会から解雇されました。その後プロレスラーやタレントなどのお仕事もしていますが、メインは実業家です。なお再婚はしていないのでバツイチの独身のままです。そんな鎌狩氏は現在実業家として焼肉屋を経営しています。また YouTuber としてもご活躍中です。なお現役引退後の2014年にプロレスラーとしてデビューしていますが、3試合くらいしか出場しておらず、タレントとしてテレビに出演することもありますが、
そこまで頻繁なわけでもないようです。そのため現在は焼肉屋経営と YouTube がメインのお仕事と言っていいでしょう。鎌狩氏が経営する焼肉屋は焼肉ドラゴと言います。2010年10月に開業して現在は複数店舗を展開中です。実は王鵬が所属する大竹部屋のすぐそばで、関係者によると息子に腹いっぱい食べさせてあげたいという思いがあるそうです。先ほども触れましたが、鎌狩氏は YouTube もしており、チャンネル高遠力部屋は2020年9月25日から始めて相撲界の魅力などを伝えていくという方針で運営し、チャンネル登録者数30万人超えの大人気です。ご本人も好きでやっていますが、内容としては相撲界の裏側や過去の不祥事に関して過激な発言もあるようで、そのためたびたび問題視されています。ただそういった赤裸々なお話が人気の要因の一つであることは間違いないでしょう。何事もやりすぎはよくありませんが、長男との共演など貴重なお話も多いと思うので、これからも頑張ってほしいですね。また鎌狩氏はギャンブル依存症でも有名で、現在ギャンブル依存症は改善に向かっているようですが、完治したのかは分かりませんでした。鎌狩氏は元暴力団員、ギャンブル依存症、借金持ちで、母親と姉が家計を支えたという家庭で育ちました。当時の環境をご本人も柄が悪かったと振り返っていて、中学生の頃には父親が経営していた麻雀店で賭け麻雀をしていたそうです。そして稼いだお金を競艇に使い補導されたこともあったそうです。どこまで本当なのかはっきりしたことは分かりませんが、生来のギャンブル好きと言っていいかもしれませんね。そんな環境だったのでギャンブルはやらないと思ったこともあったそうですが、力士になってからは先輩に誘われたことがきっかけでハマっていき、よく聞くお話かもしれませんが、最初に大勝ちした高揚感が忘れられなかったそうです。1993年に結婚した時には親の分も含めると借金が1億円もあり、義父が保証人になって銀行からお金を借りて完済しましたが、大砲からギャンブルはやめてくれと言われています。それからは高遠力ご本人も恩を感じて一時期は離れることができていましたが、友人から誘われたことがきっかけで再び手を出してしまいました。カジノで5億円負けたとか、家のお金を使い込んで子供のお年玉にまで手をつけていたというお話も見つかったので、我慢した分歯止めが効かなかったのかもしれません。極めつけが2010年に発覚した野球賭博でした。反社会的勢力が堂本の違法な賭け事で、当時現役だった大関琴光も関与した大問題によって鎌狩氏は大相撲協会から解雇されています。また奥さんと相談して離婚することになり、子供とも離れ離れになりました。まさにギャンブルで身を滅ぼした状況ですが、その後に始めた焼肉屋経営でも売上金に手をつけてギャンブルをしていたそうです。税金支払いが滞納したり、社員の給料を払えなくなったりして、ようやく診察を受けたところギャンブル依存症と診察されました。ご本人は最初否定していたそうですが、しばらく経つと更生に向けたイベントに参加するなどしています。そういった努力の成果もあったようで、症状は改善を見せているようですが、2018年頃は完全にやめることはできずにちょくちょく続けていると話して批判を受けていました。現在の最新情報は分からず、完治したというお話も聞きませんが、趣味と言えるくらいの範囲に落ち着いているといいですね。そんな離婚や生来のギャンブル好き、 YouTube などでの過激発言などいろいろあるとはいえ、やはり我が子を愛する父親であることは間違いないでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は王鵬の流血、父からの公開説教、父親の現在について紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。